立環境委員会を再開いたします。次に条例議案の審査に入ります。議案第28号八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正についてを議題とし説明を求めます。委員長。山口理事兼環境センター管理課長。こんにちは。環境センター管理課山口でございます。よろしくお願いいたします。それでは議案第28号八代市廃棄物の減量および適正処理に関する条例の一部改正についてご説明いたします。座って説明させていただきます。はい、どうぞ。それでは議案書の35ページをお願いいたします。提案理由は、特別職の任用の厳格化に伴い非常勤特別職として任用している市政協力員を行政事務を委託するものとするにあたり条例の改正が必要であるためでございます。次のページ36ページに改正案が示されておりますが、改正内容につきましては別途配布しております新規対象表を用いてご説明いたします。こちらの資料の方をご覧いただきたいと思います。資料の1ページ目をご覧ください。新旧対象表になります。右側の欄が現行の条例、左側が改正案になります。赤色のアンダーラインの部分、第11条第1項集積所の設置変更または廃止に関して規定している条文中の嘱託員及び区長を、八代市行政事務委託要領令和2年8月、八代市、告示第、空白号、この告示番号は議決後、告示される際に決まります。第3条第1項に規定する指定協力員を言う県自治会長、町内会長、区長等に改正を行うものです。以上で、八代市の減量及び適正処理に関する条例の一部に改正についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、福島委員。この、事業お互い地域の集積所で、はい、今の市政協力員さんが、まとめていろいろこの分別される、はい、その事業をこの市政協力員さんが どういうふうな状況にされるということになりますか。はい、山口、環境センター管理課長。今、集積所の管理につきましては市政協力員または町内長、区長それぞれ名称を入れると地域の違いますけれども、それぞれの地域で、決めていただいて、市の方に申請をされて、市の方が収集に行くという手法を取らせていただいております。管理につきましても、そこを利用される方町内課の方が、利用管理をしていただいて清掃等についてもそのような状況でございます。で今回の、条例の改正につきましては、別途、決められます行政事務職、委託要領こちらの方でそれぞれの名称が変わりますことから、こちらを合わせて、条例の中の、文言を合わせる必要があるということで、改正を作られます。今までの内容で、はい、福島委員すいません。福島委員、どこがその変わるという状況になりますか。はい、山口環境センター管理課長。特に指定教育員が非常勤特別職から、行政事務を受託するものということに変わることでですね、そのことに文言と合わせるというだけのところでございます。特に今までの状況と、管理については変わるような状況ではございません。ほとんど変わらないという、はい、他にありませんか。ないですか。はい、はい、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。すいません。
すみません。内容です。これより採決いたします。議案第28号、八代市廃棄物の原料及び適正処理に関する条例の一部改正については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に、議案第29号、八代市環境センター条例の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。はい、委員長。はい、山口、理事兼環境センター管理課長。はい、それでは引き続き議案第29号八代市環境センター条例の一部改正についてご説明させていただきます。座って説明させていただきます。はい、どうぞ。議案書の37ページをご覧ください。提案理由といたしましては、緑地広場の利用時間を定めるにあたり条例の改正が必要であるためでございます。若干経緯をご説明させていただきます。本条例は環境センターを設置するにあたり、当該施設にかかる設置及び管理に関する条例を制定する必要があるとして、施行期日を環境センターが稼働を開始する前の平成30年7月1日といたしておりまして制定しております。制定の時点ではまだ緑地広場は完成しておらず、利用時間に関して定めておりませんでした。昨年の令和元年7月から暫定的に午前8時から午後8時までを開放時間として、市民の皆様にご利用いただいてき、ましたが、この時間帯で問題がないと判断いたしましたので、今回条例に規定するものとしたものです。改正案につきましては、次の38ページに、議案書の38ページに示されておりますが、改正内容につきましてはやはり別途配布しております新旧対処法を用いてご説明させていただきます。お配りしております資料の2ページ目をご覧ください。環境センター、条例の一部改正の新旧対処法になります。先ほどと同じように右側の欄が現行の条例、左側が改正案になります。赤色のアンダーラインの部分が改正をする条文になります。まず条文の本文中にあります目次の部分になります。緑地広場の利用時間を定めるにあたり、第21条に新しい条文が入ることから、それぞれの条項以降が繰り下がり、雑則が第24条になるということを示しております。続きまして本文中の第6条につきましては、条例の制定時には搬入時間等としておりましたが、等に該当する事項がないということから、今回の緑地広場の利用時間を定めるにあたり、合わせて条文中から等を削除するものでございます。第9条の利用時間等につきましても、第6条と同じ理由で条文中から等の文字を削除するものです。続きまして第21条が今回新しく加える緑地広場の利用時間を定める条文となります。先ほどもご説明しましたように、第21条以降の条文が繰り下がることになります。続きまして資料の3ページ目をご覧ください。こちらの方には、環境センターの各施設の利用時間をまとめております。環境センターのゴミの搬入時間、それから管理棟の利用時間と休館日、それから緑地広場の利用時間、こちらを定めております。詳細は読み上げは割愛させていただきますことをご了承ください。以上で、八代市環境センター条例の一部改正についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ありませんか。内容です。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。はい、大倉委員。はい、この条例については、異論を申すものではございません。ただ一般廃棄物収集、処理、収集運搬処理実施計画かというものが行政が定めることになっておりますけれども、こちらの方にきちんとですね、
掲示をしていただいて、掲載していただいて、市民の周知を図られることをお願いしておきたいと思います。はい、他にありませんか。内容です、はい、これより採決いたします。議案第29号八潮市環境センター条例の一部改正については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。執行部入れ替えのため紹介します。本会に戻します。次に議案第30号八潮市営住宅設置管理条例等の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。はい、委員長。下村理事兼建築士、住宅課長。はい、こんにちは。建築住宅課の下村と申します。隣は同じ課の住宅係長の内田でございます。よろしくお願いします。それでは着座にて説明させていただきます。議案書は第、39ページでございます。議案第30号八潮市営住宅設置管理条例等の一部を改正する一部改正についてでございます。提案理由といたしまして、民法の一部改正を踏まえ、再建に関係する条文の規定の見直し、並びに駐車場として整備している市営住宅の駐車場の管理及び使用料についての規定を整備するにあたり、条例の改正が必要となることから今回提案いたします。それで40ページをお願いいたします。八潮市営住宅設置管理条例等の一部を改正する条例でございます。まず八潮市営住宅設置管理条例の一部を次のように改正いたしますが、事前にお配りしております別件資料をご覧いただけますでしょうか。民法、1ページ目にあります令和2年4月施行民法改正に伴う条例、住宅の賃貸借契約に関連する主な改正事項と書いてあります資料でございます。よろしいでしょうか。今回民法改正のポイントを3つここで挙げております。その隣にですね、本市の対応について記載しました。このうち民法改正に伴います条例改正となりますのは、2番目の新設された敷金に関してという部分と、3番目の賃借人による修繕に関しての部分でございます。まず2番目の敷金に関する改正につきましては、今まで家賃などの滞納があった場合ですね、入居者本人の同意を得た上で敷金からその弁済に見てておりましたけれども、今回の改正により家賃等の滞納がある場合は、入居者本人の同意を得ることなくその債務の弁済に見てることができるということになったことを、条例第17条第3項に追加したものでございます。次に3番目の賃借人による修繕等に関する改正に伴いまして、条例は第18条に入居者に責任がある修繕の場合は本市が行う必要がないと追記いたします。これによって入居者と本市の修繕にかかるそれぞれの負担を、これは契約する際にですね、より具体的に示した上で取り交わすということとなります。それと資料にはございませんけれども、第33条第3項にですね、これは不正な行為によって入居した者に対する損害賠償請求額の算定利率、これを年5分の割合を
法定利率というふうに改めます。なお今回の民法改正では連帯保証人の保護の観点からこの資料の一番目ですね、個人保証契約の保証人の責任等の改正によりまして連帯保証人の極度額を設定することにしましてそれを契約書の方に定めることになります。以上が令和2年4月施行の民法改正に伴う条例の一部改正文ということになります。議案書に戻っていただきまして40ページの下の方から5行目ですけれども第3章の駐車場の管理について同条同第47条からですね43ページの第60条までの駐車場の管理の条文を追加いたしております。これまで駐車場の管理につきましては安代市営住宅駐車場管理要項によって運用を行っていたところですけれども市の定期監査の折に駐車場の管理を条例に定めるべきというご指摘があったことで今規定を新たに盛り込むことにいたしました。議案書の43ページの中ほどの別表をご覧いただきたいと思います。対象となります団地は西片町団地、岩柳谷町第一団地、天ヶ谷町団地、郷開き団地の4団地を対象としております。続きまして八代市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例でございます。議案書の方は43ページの別表の下でございます。特定公共賃貸住宅とは中堅所得者層の対象とした賃貸住宅でございます。先ほどの市営住宅設置管理条例の一部の改正に伴い住民規定などを改正するものでございます。44ページを見てください。上から9行目です。第12条に駐車場の使用料についての規定を加え別表には対象となる公営クスノキ団地を記載しております。で続きまして、続きまして八代市小集落改良住宅管理条例の一部を改正する条例でございます。44ページの別表の下からになります。小集落改良住宅とは小集落地区等改良事業制度要項に基づいて建設された改良住宅でございます。今回民法改正に伴う一部条文の改めや市営住宅設置管理条例の一部改正に伴う準用規定などを改正するものでございます。続きまして44ページ下から5行目です。八代市従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例でございます。従前居住者用住宅とは球磨川駅地区土地区画整理事業に基づいて建設された従前居住者用住宅でございます。先ほどの市営住宅設置条例設置管理条例の一部改正に伴い準用規定などを改正するものです。45ページをお願いいたします。第8条に駐車場の使用料についての規定を加え別表には対象となる新町団地を記載しております。以上で条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。
それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、大倉委員。すいません、駐車場の使用量を、今度定められたんだというふうにも捉えるんですけど、1000円と500円というふうにありますけれども、どういった基準でこの1000円と500円というのを定められたのか、その経緯についてお聞かせいただけますか。はい、はい。下村、建築士、住宅課長。はい、駐車料金に関しましては、今現在、使用している金額をそのまま使っておりますけれども、市町村合併におけます駐車場使用料の金額を踏襲しておりまして、現在も引き続きそれを設定しているところでございます。よろしいですか。はい、大丈夫です。他にありませんか。よし。はい、内容です。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。意見ありませんか。はい、内容です。これより採決いたします。議案第30号、八代市営住宅設置管理条例等の一部改正については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。ありがとうございました。次に、議案第31号、八代市、手数料条例の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。委員長。はい、宮畑理事兼建築指導課長。はい、こんにちは。こんにちは。建築指導課宮畑でございます。よろしくお願いいたします。それでは議案第31号、八代市手数料条例の一部改正について説明をさせていただきます。着座にて説明させていただいてよろしいでしょうか。それでは議案書は47ページからでございます。また、事前に資料を配布させていただいております。表紙付きのものと、それから本日、1枚ものの追加資料を配布させていただいております。すでに配布しております資料の1ページをご覧ください。まず改正理由でございますが、令和元年11月16日に改正建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が施行されたことに伴いまして、新たに手数料を規定する必要がありますことから、所要の改正を行うものでございます。改正内容でございますが、法改正により新設された制度に対応するため、資料の中段にございます両括弧1のあの、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定通知書が添付された場合の建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料と、以のモデル住宅法等により評価されている建築物に係る建築物エネルギー消費性能基準に関する適合認定申請手数料をそれぞれ新たに手数料の対象に加えるものです。そのほか両括弧2のあ、いの内容について所要の文言の整理を行うものでございます。両括弧1のあといいに、似たような手続きの名前がありますが、建築物エネルギー消費性能というところまでは同じで、これに続きますのが、あの前段で向上計画の認定、あの後段で適合性判定、いの後段で基準に関する適合認定の3つがございます。すなわち、あにつきましては、向上計画の認定通知書が添付された場合の適合性判定手数料を定めるものというふうになります。
この3つの手続きについてご説明いたします。まず、あの公団の適合性判定についてですが、住宅以外の用途、例えば事務所ビルなどで延べ床面積2000平方メートル以上のものを建築する場合は、法で定める省エネ基準に適合していることが義務付けられておりまして、手続きとしましては建築確認時に適合性判定を受け、省エネ基準に適合しているとの判定を受けることが必要となります。次に、あの前段の工場計画の認定について説明いたします。工場計画の認定というのは、法改正前からあった認定手続きではありますが、エネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準に適合していることを認定するものでありまして、本日配布しました追加資料の上段右側にありますような省エネ設備を導入するなど高い基準に適合しているということの認定を受けることができるというものです。高い基準に適合させ、このような設備を設ける場合は余計にスペースが必要となりますが、この認定を受けますと、そのような設備を設ける部分は容積率の算定から除外してもよいということになっております。また今回の法改正で、この工場計画の認定を受ける際に、単独の建築物だけでなく複数の建築物を賄える省エネ設備を導入するという内容でも認定の対象となったということに法改正されておりまして、昨年9月議会で複数の建築物による認定申請の場合の手数料を規定させていただいたところです。この追加資料では、 A 棟、 B 棟、 C 棟と3つの建物の例を記載してありますが、3棟を新築しますというときに、省エネ設備は3棟を賄うものを A 棟に設け、全体で工場計画の認定を受けるという事例です。建築確認は個別の建築物ごとに申請が必要となり、その際に適合性判定も個別に必要となりますが、A 棟につきましては工場計画の認定を受けた場合には適合性判定を受けたものとみなすという規定があります。しかしながら、他の建築物である B 棟 C 棟は別途個別に適合性判定を受けなければならないとの国の見解が昨年11月に示されました。 B 棟 C 棟ともに工場計画の認定の審査において実質的に適合性判定にかかる技術的な審査を完了していることから、工場計画認定通知書を活用することで通常の手数料額と比較し、減額された手数料額を定めるものです。次に、両括弧1の E 公団の基準に関する適合認定ですが、これも手続き自体は法改正前からありましたが、認定を受けるかどうかは任意で、認定の基準は適合性判定と同様の法で定める省エネ基準です。この基準に関する適合認定を受けますと、省エネ性能に優れた建築物ですという表示をすることが可能となり、広告ですとか契約書類に表示ができるというものです。この認定を受ける際の評価方法に、モデル住宅法、フロア入力法という計算方法が加えられましたので、手数料の区分を設けたところです。なお、県内の特定行政庁であります熊本県、熊本市、天草市におきましても同様に改正を行う予定となっております。施工日は交付の日から施工をするとしております。以上で説明を終わります。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ありませんか。内容でございます。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。すみません、はい、内容です。これより採決いたします。議案第31号八代市手数料条例の一部改正については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。ありがとうございました。次に議案第32号八代都市計画事業大村橋周辺土地区画整理事業施行条例の廃止についてを議題とし説明を求めます。委員長。はい、一見都市整備課長。皆さんこんにちは。こんにちは。都市整備課、一見と申します。隣が課長佐野翔山です。着座にて説明させていただきます。はい、どうぞ。失礼します。議案第32号八代都市計画事業大村橋周辺土地区画整理事業施行条例の廃止についてを説明をさせていただきます。議案書の53ページと54ページ並びに事前にお配りしております右肩建設環境委員会資料議案第32号としておりますこちらの資料をもとに説明をさせていただきたいと思います。本件は大村橋周辺土地区画整理事業が平成16年2月から事業が始まりまして本事業に伴う工事登記事務生産期徴収が終了し事業が完了したことから本事業の施工条例が必要でなくなったため廃止するものでございます。資料の4ページをご覧になってください。こちらの写真になります。上段にあります写真のように八代鏡宇都線、通称東幹線の大村橋、南側周辺にあります、変則5皿につきまして、交差点改良に伴いましてですね、この、赤色の、線内の箇所 0.9 ヘクタールを、交差点改良とともに、土地区画整理事業を実施しております。平成16年から平成24年度まで 0.9 ヘクタールを事業費8億3900万で整備をさせていただいております。このことについては事業は終了しておりますが施工条例はそのままにしておりまして昨年11月の定期監査で事業は完了しており事業は完了しており条例廃止の手続きを行うよう指摘があったことから条例の廃止について本委員会にお諮りするものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。なし。はい、質疑、内容でございます。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。内容でございます。これより採決いたします。
議案第32号八代都市計画事業大村橋周辺土地区画整理事業施行条例の廃止については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め本案は原案の通り可決されました。ありがとうございました。ありがとうございました。紹介いたします。請願陳情の審査に入ります。本委員会に付託となっておりますのは継続審査の陳情1件です。それでは令和元年陳情第5号八代市中心市街地活性化に伴う八代市袋町町内、旧河川堤防改革庫とも一部撤去についてを議題とします。要旨は文書表の通りです。本件についてご意見等はありませんか。以上。はい、北園委員。はい、この件に関してですけれども、2月の上旬に、現地の館内視察を行った際にですね、陳情者並びに、関係者の方々から伺った内容に関しまして、執行部より説明をお願いしたいなと思いますけど。ただいま北園委員から執行部の説明を聴取したいとのご意見が出されました。本件について執行部から説明を求めることにご異議はありませんか。はい、それではそのようにいたします。紹介いたします。八代市袋町町内旧河川堤防改革庫とも一部撤去についての陳情が出ておりまして、先月現地調査及びに関係者から少し意見聴取をいたしましたところ、意見が出ておりました。それで、本日はそれを含めまして、この件についてご説明を求めたいと思います。はい、委員長。はい、小原土木課長。土木課長の小原でございます。隣が、村上補佐でございます。はい、それではただいまお手元の方にお配りさせていただきました資料に基づき説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、どうぞ座って説明してください。ありがとうございます。まず表紙をめくっていただき1ページをお願いいたします。まず検討事項として都市計画道路区画整理事業道路事業と区分し本陳情箇所である、袋町町内の共に特化した内容で表に整理をいたしたものでございます。上段の表をご覧ください。これまでの取り組みとして本陳情箇所は都市計画道路では平成2年度にレインボープロムナード線として都市計画決定された路線の一部の区間でございますが平成20年度の都市計画道路の見直しにより都市計画道路から廃止されております。その廃止理由としましては人口の増加が見込めないことによる必要性の低下旧八代城の石垣が埋設されておりますことから文化財調査が必要その保存や活用に向けての事業の困難性などからでございます。次に土地区画整理事業では平成6年度に着手し平成20年度に完了しました現在のハーモニーホールを中心とした熊川駅土地区画整理事業が実施されておりますが本陳情地区は含まれておりませんでした。次に道路事業では中心市街地においての共愛道路やコミュニティ道路などの歩車共存道路整備や近年では八代市重点戦略や八代市おもてなしプランに基づき中心市街地へのアクセス道路整備等を実施してきておりますが本陳情地区についての事業計画はございませんでした。次に下段の表は道路整備を目的として本陳情の堤防共の一部撤去を実施する事業の実現性の検討を行い
その結果を整理したものでございます。表中断の補助事業と補助事業につきましては、今後事業化の計画が進められた場合の現制度上における補助事業、補助代表としており、その課題に今後の実現性、その理由といたしております。まず都市計画道路としては、現時点では人口の増加が見込めない、事業の困難性、事業規模等により再度都市計画決定を行う理由が見当たらないということから、現在実現性はないといたしております。次に土地区画整理事業としては、本事業地区では事業規模が小さく、ビル家屋等を連がビル家屋等が連単しており、道路公園事業資金に充てる土地の捻出ができず、土地区画整理事業での事業実施は困難でありますことから、現在実現性はないといたしております。次に道路事業としては、本陳情内容での道路整備はどうしても、反路区間が生じることから、道路機能としての効果が薄く、現状では単独事業とならざるを得ない。また事業費が 4.5 億円程度となり、このうちのほとんどが用地保証費となりますことから、道路整備事業としては難しく、また市民の理解が得られにくいとのことで、現在 実現性はないと判断をしております。次に2ページをお開きください。次に八代市中心市街地活性化の視点から、先ほどの道路整備と同様に検討内容結果について表に整理したものでございます。上段の表をご覧ください。これまでの取り組みとして、平成17年度から平成21年度まで八代中央区において新幹線の開業効果を活用した中心市街地や観光地等でのにぎわい活力の再生を図るため、都市再生整備計画や八代市中心市街地活性化基本計画に基づき、まちづくり交付金事業により取り組んできましたが、本陳情地区は事業計画にはございませんでしたし、この八代市中心市街地活性化基本計画による道路整備事業は、平成21年度までで完了しております。現在では八代市中心市街地活性化として、八代市重点戦略の新庁舎を核とした中心市街地まちづくり方針に基づき、新庁舎や伝承館建設に取り組んでいるところでございます。次に下段の表では、道路整備事業と同様に今後の実現性可能性の検討を行っております。表の2項目目、策定に要する計画名として、都市再生整備計画括弧立地適正化計画の策定が必須としております。これは平成21年度までに実施したまちづくり交付金事業が、平成22年度に社会資本整備総合交付金事業の一つに移行統合され、さらに令和2年度からは個別支援制度化し、立地適正化計画の策定が必須となる制度再編がなされることとなっておりますことからでございます。現在の八代市では新庁舎を核とした中心市街地まちづくり方針に基づき、先ほども述べましたが、新庁舎や伝承館の建設、また民間的にも熊本総合病院、現在建設中であります桜十字リハビリテーション病院など、いわゆる集積が進められていることから、現時点では都市再生整備計画として改めて立地適正化計画を策定するまでの取り組みの必要性がないとのことで、今後の実現性はないとしております。なお都市再生整備計画とは、地域の歴史、文化、自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、
地域住民の生活の質の向上と地域経済の経済社会の活性化を図ること、また立地適正化計画とは居住機能や医療福祉商業公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により都市全域を見渡したマスタープランとして位置づけられる市町村マスタープランの高度化版となっております。最後に3ページに本陳情内容に基づき共の一部撤去した場合の概略平面図、概算事業費を載せておりますのでご確認いただければと思います。以上で説明を終わります。細かく検討していただきました。ご苦労様でございました。ただいまの説明をお聞きになって何か質疑あるいはご意見等はありませんでしょうか。はい、高山委員。はい、今執行部の方も検討をご説明いただきました。その中でですね、都市計画道路、都市区画整理事業、また道路事業として、検討されておりますが、都市計画と都市区画整理事業については連合計画として、平成20年度には完了されている。またこの都市計画道路事業にあってはですね、先ほど説明ございましたが、今後の人口増加が見込めない、必要性の低下もあるんでしょうけども、こういったところで、もうすでに20年度に完了したと伺ったと思います。そうなればですね、当然国庫補助も認めないということで、市の全額負担ということになります。まして土地区画整理事業についてはそもそも陳情された地区は含まれていないということもあります。またこの陳情通りにですね、都も一部撤去したとしても道路と区画の改修改良改修も必要になってくるだろうしですね、景観上も配慮しなければならないということで相当な市の負担が見込まれます。ただですね、ちょっと気になるのがですね、前回、現地視察の後、陳情者の方々からご意見の中でですね、防災上の観点からもという発言がございました。執行部の方ではこの件については検討されているでしょうか。はい、委員長。はい、小原土木課長。はい、今議員がおっしゃられましたように地元の意見として意見交換がある場で、友の撤去に伴って発生します平坦地その部分について、一時避難所というような取り扱いそういった利用の件につきましての意見がございました。で、所管課関係課であります危機管理課の方にもちょっとそのあたりの情報提供をいたしております。本日は誠に申し訳ありませんけどこの場では回答を、述べさせていただくまでの準備はできておりませんのでご了承いただければと思います。はい、他に、ご意見質問はありませんか。はい、千山委員。小野小野です。すみません、小野委員。今まで執行が説明された中でですね、今まで、これからもなかなか進行させるには無理じゃなかろうかという意見も聞いたし、このまま請願のあれもですね、これまでと同様継続したらどうだろうか。ただいま継続のご意見がありました。他に、ありませんか。紹介いたします。ご意見が出ました。他に、ご意見がないようでございます。これより、
この件について採決をいたします。採決は挙手により行いますが、挙手しない者は反対とみなします。令和元年陳情第5号八代市中心市街地活性化に伴う八代市袋町町内旧河川堤防とも、鍵括弧とも一部撤去については継続審査とするに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は継続審査とすることに決しました。申し訳ないけども執行部の方は先ほど福島院が、お尋ねになった部分についてまた次回答えれるように少し、はい、高山院ですね、高山が質問されましたのでこれを準備しておいていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お諮りいたします。委員会報告書及び委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。紹介します。事務調査2件を一括議題とし調査を進めます。当委員会の所管事務調査は都市計画建設工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する諸問題の調査、以上の2件です。このうち都市計画建設工事に関する諸問題の調査に関連して2件、執行部から発言の申し出があっておりますので、これを許します。それでは、まず指導、越平線についてをお願いします。はい、委員長。はい、西、理事兼建設政策課長。皆さんこんにちは。こんにちは。建設政策課の西でございます。よろしくお願いします。私から所管事務調査指導越越平線について説明させていただきます。おさりますが着前で説明させていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。それでは説明をさせていただきます。12月定例会におきまして建設環境委員会の所管チーム調査でも報告させていただきましたが、昨年梅雨前線豪雨によりまして大規模な斜面崩壊が発生し、大量の土砂により通行ができなくなっております泉町の市道越越平線の現在の状況について説明させていただきます。それではお配りしております表紙に建設環境委員会資料所管事務調査市道越越平線についてと書いてあります資料をお願いしたいと思います。この資料により説明させていただきます。表紙をめくっていただきますと地図をつけておりますが、被災箇所は泉町の五箇野所の萩地区でございます。次のページをお願いいたします。被災箇所の見取り図や被災状況の写真、迂回路の整備状況の写真などを掲載しております。上段の経緯につきまして、上段記載の経緯につきましては、12月定例会で説明いたしました部分については説明を省略させていただきますが、経緯の最後に記載しております通り、本年1月7日に国交所による災害復旧を行うための国の査定官による災害査定が実施されまして、その結果被災箇所ばかりでなく、仮設の迂回路の整備費用の一部も補助対象としての認定を受けております。次に、地質調査についてと記載しておりますが、現在被災箇所におきましては地盤の変異を確認するための地盤伸縮計や歪み計、地下水位の状況を把握するための水位計を設置し観測を行っているところでございます。しかしながら12月の定例会で報告しましたときと同様にこれまでのところ大きな変動は観測しておりません。引き続き継続的な観測を実施してまいりたいと考えております。なおこの観測につきましては地盤の状況を十分に把握する必要がありますことから、
現在のところ少なくとも本年の梅雨時期までの観測は必要であると考えておりまして、先ほど、承認予算の承認をいただきましたが、令和2年度一般会計予算で委託料を計上させていただいているところでございます。また今回の災害は市道が被災したばかりでなく、掲載しております写真の通り広い範囲の山林が被災しておりますので、熊本県による地産事業での対応を進めることとしておりますが、現在は現地の調査や測量、林野庁のヒアリングなどが行われ、事業計画決定のための準備を進められているとのことでございます。このように熊本県や国など関係機関と連携を図り、復旧に向けての必要な手続きや作業を行っているところでございます。最後になりますが、地質調査の結果、ちょっと記載しておりますけど、指導部の堆積土砂につきましては取り除いた場合不安定となりまして、上部の裏面の土砂が、崩れる危険性があるため、現状では撤去できる状況ではございません。しばらくは現在の状況が続くこととなると考えております。そこで仮設で設置しております迂回路につきましては、写真も何か掲載しておりますが、道路の勾配の緩和や部分的な拡幅、ガードレールの設置を行うなど安全な通行確保のための対策を講じたところでございます。以上で住み町の越越平線の現在の状況について説明を終わらせていただきます。本件について何か質疑ご意見等はありませんか。なし。ありませんか。内容です。以上で指導越越平線についてを終了いたします。執行部入れ替わりのため紹介します。事業経営戦略の見直しについてをお願いいたします。はい、奥村下水道総務課長。こんにちは、下水道総務課長の奥村でございます。はい、隣は下水道建設課長の増田でございます。はい、着座にて説明させていただきます。はい、どうぞ。本日ご報告させていただきますのは、下水道部局におきまして平成29年3月に策定いたしました八代市下水道事業経営戦略の見直しについてでございます。説明に入ります前に資料の確認をお願いします。まず所管事務調査八代市下水道事業経営戦略の見直しについてという表紙がついている資料と、八代市下水道事業経営戦略括弧令和2年3月改定括弧閉じの概要版で4ページのもの、および八代市下水道事業経営戦略の本編で冊子状のもの、以上3つでございます。手元にございますでしょうか。ではまず左上に八代市下水道事業経営戦略の見直しについてという表題がついている1枚ものの資料をご覧ください。こちらは経営戦略の策定背景および見直しの趣旨、根拠および主な見直し概要を記載した資料となっております。まず経営戦略策定の背景についてですが、人口減少や大規模な施設更新を控えるなど独立採算性を原則とする公営企業をめぐる経営環境が厳しさを増す中で、持続的にサービス提供を行うため、総務省は全国の公営企業に対し、令和2年度までに経営戦略を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むことを平成28年1月に要請しております。本市下水道事業におきましては、平成27年度に企業会計移行し、平成28年度には汚水適正処理構想の策定を行うなど、これまでにない大きな変化があり、また一方では経営戦略策定が
地方交付税措置の要件となるなどの状況変化を踏まえ、下水道サービスを継続的、安定的に提供していくための指針として、平成29年3月に八代市下水道事業経営戦略を策定したところです。次に、見直しの趣旨についてですが、肩括弧2に記載しておりますとおり、年々変化する状況へと対応し、今後もサービスを継続的、安定的に提供していくため、経営戦略基本方針に基づき実施するものです。なお、基本方針につきましては、次の肩括弧3に抜粋し記載しておりますとおり、3年から5年ごとに見直しを行うとしております。次に肩括弧4、見直し概要についてですが、今回の見直しにあたっては、現状分析、課題等の見直しはもとより、料金改定、大規模事業の進捗、およびストックマネジメント計画の策定等を踏まえ、経営戦略の中心となります投資財政計画をメインに見直しを行っております。まず投資計画では、大規模事業の精査やストックマネジメント計画に基づく事業費の追加などに合わせ、事業費の見直しを行い、見直し後の総事業費を約195億7000万と7000万円と見込み、当初計画と比較して約 5.9 億円の減。次に財政計画では、料金改定や人口推計等の見直しに伴う使用量の再試算により、見直し後の 実収入額を約120億円と見込み、当初計画と比較して約 5.8 億円の増加。次に一般会計繰入金では、使用量収入の増加等に伴い、基準外繰入金の削減を行い、見直し後の実収入額を約145億円と見込み、当初計画より約 4.6 億円の減となっております。また参考としまして、裏面に経営戦略として満たすべき要件を記載しております。それでは続きまして、経営戦略の内容についてお手元の概要版をもとに説明させていただきます。時間の都合もありますので、多少駆け足での説明になりますが、ご了承ください。この経営戦略につきましては、第1章から第5章までの構成となっておりまして、まず第1章の経営戦略策定の趣旨については、先ほど策定の背景等で説明した内容と重複しますので、説明は割愛させていただきます。なお、本経営戦略の計画期間は平成29年度から令和8年度までの10年間となっており、変更はございません。続きまして、2ページをお願いします。第2章下水道事業の現状と課題では、主な現状と課題としまして、普及推薦化の状況、下水道施設の状況、雨水排水対策の状況、経営状況の4点を挙げ、それぞれ現状課題等を記載しております。次に第3章経営の基本方針では、計画期間中における下水道事業の経営方針としまして、3つの柱を定めております。まず1つ目の経営基盤の強化では、厳しい経営環境の中においても下水道サービスを持続するため、長期的な視野に立って徹底した経営の効率化健全化に努めることとしております。2つ目の快適で衛生的な生活環境の保全では、市民の快適で衛生的な生活環境を守るため、汚水を適正に処理するために必要な施策を推進してまいります。3つ目、安全安心な暮らしの構築では、豪雨による浸水被害の軽減や地震による施設の耐震化など、市民の安全安心な暮らしを守るため、災害復旧体制の強化を図っていくこととしております。次の第4章効率化経営健全化の取り組みでは、今説明いたしました経営の基本方針である3つの柱を実現するための具体的な取り組み内容を記載しております。まず1、経営基盤の強化では、3ページにかけて記載しておりますとおり、投資の合理化など7項目、2、
快適で衛生的な生活環境の保全では、汚水施設の整備拡充など4項目、3、安全安心な暮らしの構築では、汚水施設の整備拡充など3項目を継続して取り組んでいく内容としております。特に2、快適で衛生的な生活環境の保全の2項目、汚水施設の適切な維持管理及び3、安全安心な暮らしの構築の2項目、汚水施設の適切な維持管理につきましては、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な改築更新及び適切な維持管理により、施設の機能確保に努めてまいります。最後に、第5章、投資財政計画では、本計画期間中の事業ごとの投資額及びその財源について記載しております。まず、投資では、7事業における期間中の事業費を記載しております。投資額の総額は約195億7000万円を見込んでおり、冒頭説明しましたとおり、当初計画と比較して5億9000万円の減となっておりますものの、下水道サービスを継続的安定的に提供していくためには多額の事業費が必要となります。次に4ページをお願いします。財源では国庫補助金など5項目を記載しております。多額の事業費が必要となる中、企業債の借入額につきましては各年度の元金償還額の範囲内とするなど、一定の財政規律を設けて調整を行っております。また下水道使用料につきましては、使用料で賄うべき経費に対する使用料収入の割合である経費回収率が 69.9% であることや、昨年度開催しました八代市公共下水道事業審議会の答申内容を踏まえ、すでに改定済みの令和元年度に加え、令和5年度に使用料改定を行う予定としております。それに伴いまして、一般会計繰入金につきましても当初計画と比較して4億6000万円を減額予定としております。以上が今回見直しを行いました八代市下水道事業経営戦略の概要となっております。さらに詳細につきましては、お配りしている経営戦略本編をご覧ください。以上、八代市下水道事業経営戦略の見直しについての報告とさせていただきます。本件について何か質疑ご意見等はありませんか。ありませんか。はい、内容でございます。以上で八代市下水道事業経営戦略の見直しについてを終了いたします。その他、当委員会の所管事務調査について何かありませんか。はい、はい、大倉委員。はい、開会日だったでしょうか、熊本市からのゴミの受け入れについて、報告がありましたが、その後どのようになったのか、担当課の方から説明があって良いものかというふうに思っておりますけれども。紹介いたします。担当の方に聞きましたら、議長の方に、全協の時にご報告いたしますというお話があってて、議長はそれを了承されたということですから、今回は読んで、返答していただくと、答弁していただくということは控えたいと思います。また全協の折に、多分資料法を持参されるのかどうかで返事あると思いますので、それでご了承願いたいと思いますけど。いいですか。はい、お答えです、はい。議長が承諾をされたというところはお譲りをしたい、理解をしたいというふうには思います。ただ所管委員会のやはり権限として調査を
でもする権限はありますので、そこにきちんとした説明をしないという部分はですね、やはり担当課と担当の所属課と、担当課としては非常にお粗末な話だろうと私は捉えています。そういう姿勢を先ほどもプラスチックの収集 の, 説明運用ですね、委員会に話もせずに変えられたということは指摘もさせていただきましたし、そういった課としてのなんかこう風潮というんですかね、そういったところはしっかり改善をしていただきたいというふうに思いますし、委員会の中で、熊本市からのごみの受け入れについてですね、その後の対応について、説明を求める意見があったということはしっかり議長の方にもお伝えいただきたいというふうに思います。はい、はい、お伝えしておきます。はい、はい、それ、はい、ご覧に。それからですね、その時に修繕しなければならないものをですね、2週間遅らせて熊本市のごみを受け入れるということでありました。でその修繕がどうなったのか、きちんと年度内に終わる見通しがあるのか、そういったところも疑問に思いますし、もし終わらなければ繰り越し免許という手続きを取らなければならないという点もあります。そういったところも含めてですね、やはり担当委員会である建設環境委員会の方には説明をすべきであるというふうに思っておりますので、よろしくご対応の方をお願いしたいと思います。はい、わかりました。担当委員会、委員会としましては、そのように申し入れしておきたいと思います。それでは以上で所管事務調査2件についての調査を終了します。次に閉会中の継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。当委員会の所管事務調査2件及び陳情1件についてはなお審査及び調査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって建設環境委員会を散会いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。